プロデュースの場合高校野球 .com。 皆さんこんにちは。今週も始まりましたドラフトチャンネル。この番組は野球ファンの皆様のために、今期のドラフトで注目される選手や全国津々浦々で行われている試合の情報をお送りするニュース報道番組です。 MC の私船木うとこと、野球報道サイト高校野球 .com からお招きした記者の方とでトークをしてまいります。出演する記者の方はその回のテーマに沿った方が来てくださいます。それではここで本日お越しいただきました記者の方を紹介します。この方です。皆さんこんにちは、高校野球 .com 編集部で、ドラフトを担当しております川島総一です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの方にも来ていただきました。こんにちは。すいません、先週に引き続き、高校野球 .com 四国地区担当させていただいております寺下智則です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日は四国の野球をさらに掘り下げつつ、夏の地方大会の展望についてなど情報盛りだくさんでお届けしていきます。それでは今日も楽しい野球トークをしていきましょう。ドラフトチャンネルスタートです。ここでしか聞けない四国の高校野球事情ということで、最初のコーナーでは四国の高校野球のことなら誰よりも詳しいという寺下さんに、前回の内容よりさらに深いところまでお話を伺っていきたいと思います。前回より深いって、はい、さらに深いって相当深くなりますよ、はい、ですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、まあまずあれですよね、あの皆さんまあ気になるというか、はい、春の選抜、快進撃に快進撃を重ね、はい、智弁学園、奈良智弁学園とも、うん、もうすごい好勝負繰り広げた高松商業の今、はい、気になります気になります気になります。はい、ですね、実はまあ高松商業、この後に、選抜終わった後に小豆島と、はい、実は四国大会の、代表決定戦、勝った方が四国大会に出れますと春の、はい、やりまして、はい、完敗でした小豆島に。まず、はい、めった打ちめった打ちっていうか普通に負けました普通に。で小豆島っていうのは実は、はい、これ去年の秋の県大会でも高松商業に勝ってる、はい、あの小豆島って完全に高松商業に関しては自信を持った。あ、これ一つ、はい、多分夏の大きなポイントなんですね。で、高松商業は実は、うん、まあいろいろシード順があって第4シードなんですよ、はい、高松商業は。香川県大会のシード順が、第1シードが大手前高松高校、第2シードが小豆島高校、はい、第3シードが志度高校、第4シードが高松商業高校、はい、で組み分けは 1,4,2,3 なんですよね。同じブロックになる、はい、1,4 が同じブロック、はい、2,3 が同じブロック、はい、ということは、はい、ひょっとしたらもう一回決勝で小豆島と高松商業当たるかもねみたいな。そうですね。で、まあ、ちょっと小豆島のちょっとだけ小豆島の話をすると、はいはい、実は小豆島はこれで小豆島という学校が実は今年度限りってなくなっちゃうんです、うん、っていうのは、もう一つ殿塩高校って、ここも実はあの結構野球の強い学校なんですよ、はい、そこと来年の4月合併して全く新しいところに今作ってるんですけど、はい、小豆島中央高校という新しい学校です、はいはい、ということは小豆島高校も殿塩高校も実はなくなっちゃうんです、うん、だから本当に最後の夏、うん、はい、小豆島高校、あの皆さん選抜あのすごい応援でしたよね。そうですね、小豆島高校、はい、ちょっと僕あの最後のシーンで泣きそうになっちゃうよいや本当に泣きそうになっちゃったあの応援見てて。いや、あの釜石も、うん、ほら釜石と小豆島ってこうどっち応援したらいいんだかわからない対決だったんで、はいはい、はいはいはい、なんか釜石もこの被災地のあれで、うん、はい、小豆島の離島で、はい、どっち応援すればいいんだと、はい、こういう気持ちながら見てて、はいはい、そんな感じで見てました。いや、すごい、ちょっとだけ小豆島の話させてください、はい、あのすごい純粋なんですよ島の皆さんが、はい、あの僕も何回か小豆島、取材させていただいたんですけど、すごい島の人たちのその学校への思い、はい、あの島への思いがすごい純粋にもう応援してて、本当にもうなんか無償の愛って感じ。あの
純愛ドラマみたいな感じが一つ言うならば、だから本当にね、なんて言ったら、まあこれ多分島に行ってみた方がすごいよくわかると思うんです。本当に母校愛だったり島への愛が強いんですよ。だからなんか複雑ですよね。本当に小豆島のにももう一回生かして、本当に効果、あの効果もすごいいい効果なんで、歌わせてあげたいという気持ちもありつつ、香川大会これはどうなるんだろうというところで高松商業ですよね。はい、はい、そうです実は高松商業そういうことがあって、まあ、四国大会出れなかったんですよ、ね。はい、でその期間結構、主力の選手を何人か、まあ、休ませて、いろんな選手を例えばピッチャーで言ったら、まあ、実は選抜で多分レフトとか守ってた大熊君という、実はこの子、中学時代は高松市立太田中というところで全国大会2度出てるエースピッチャーだったんですよ、はい、で彼を、まあ、もう一回ピッチャーで、はい、使ってみたんですけど、はい、非常にいいと。ひょっとしたら浦君より現状の力は上現状 の状態は、はい、ですごいそこがなんていうんだろう、層が厚くなった、はい、まあ多分選抜は浦投手、美濃投手、まあセカンドの美濃投手が回ってきたりしたと思うんです。そこにまあ大熊投手が加わったり、多分あの秋の大阪桐蔭を抑えた多田投手という、まあ調子の、右サイドピッチャーもいると。彼もかなり状態が上がってきてるん で、 そうです、ね、非常に多分投手陣は豊富な中でできるんじゃないかな。でもう一つ、はい、打線、はい、まあもちろん、選抜で印象深いのは強打という部分だと思うんですけど、一番今すごいのが、はい、5番を今打ってる美濃選手、はい、ものすごいっす、はい、何がすごいって、はい、あのホームランが最近量産してるんですけど、はい、その飛距離がやばい。あーそう、実は岡山の関西戦では僕はこれ見てないです、 140メーターぐらい飛ばした、はい、で、はい、徳島商業と実は練習試合を、はい、5月にしたんですけど、この時1試合3発、おしかも、はい、その2本目は、まあ、高松商業のグラウンドの高い、はい、あのライド側にネットあるんです、はい、それを飛び越して道路も飛び越して向こう側の理髪店かなんかの屋根に当たった多分推定飛距離130か140ぐらい、飛距離がすごい。それなんで飛ばせるんですか。いや、あのね、彼はスイングスピードがむちゃくちゃ速いんです。多分150キロぐらいだと思うんですよ、はい、それをもうさらにあのボールの芯とバットの芯ガツンと当てるから、ものすごい飛距離出るんですよね。いや、一番美濃選手すごい好きな選手で、はい、あ、まあ、守備とかああいうそのダイナミックとか、そういう爆発的なところが、ピッチャーとしても140投げれるような身体能力もあって、はいはい、今やっぱすごいセカンドの打てるセカンドの需要がやっぱ高まってて、はい、そういう意味で美濃選手って非常に注目をしてて、またますますパワーアップしてるっていう話を聞いて、夏また見たくなったなってなりました。これだから、うん、まあ彼もそうですけど、侍ジャパンの、ね、U18 代表候補にも入っていた、ひょっとしたらこれ侍ジャパンの中で戦えるセカンドとして、そういうレベルの、そうですね、うん、非常にセカンドって結構上手いとかそういう感じですけど、久しぶりにこう打てて、うん、走れて、うん、守れてっていう爆発的な感じの選手で、かなり注目したいですね、はい、あともう一人挙げてみましょう、はいはい、主将のイケメン、はい、米幕慶三選手、はい、米幕イケメン、はい、イケメンですよ、イケメンですよ、本当に本当に調べます。実は、彼の弟が今年、はい、入学してきました。はい、米幕ハルクと言います。はい。ハルク。はい。彼がまあさっき先週清宮選手の話をちょっとしたと思うんですけど、はいはい、背はそんなに大きくないんです。167ぐらいだったと思うんですけど、はい、でもなんかバットのコントロールはイチローっぽいんですよ。これがまた。左打ちなんですか。左打ちです。右投げ左打ちです。お兄さんは右投げ右打ちなんですけど、はい。はい、右投げ左打ちなんですよ。非常にバットコントロールがいい。で、実はショートとかセカンドとかサードとか守ってるんですけど、守備もうまいですよ。これ兄貴が実はポジション脅かされてる。弟により弟にいや、そういうのもあって非常に層がまた厚くなったんですよね。
だから、うん、まあ長尾監督も結構誰をスタメンに入れようか、はい、